皆さんこんにちは。私の著書社員を喜ばせる経営より、今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けいたします。経営者として重大な使命に気づいた。自分自身が創業した会社を私物として発展させ、トップダウンで引っ張ってきたからこそ現在の基礎が出来上がったのです。しかし社長主導オンリーの経営は会社の危機も経験しました。その時経営者として重大な使命を思い出し、ワンマンを辞めて全てゼロにして経営の根本を見直しました。社員を動かせる経営を実践したおかげで、私は創業時に築いた基礎の上に現在の立派な企業グループを構築できたのです。私が思い出した経営者としての重大な使命は、祖父がいつも口にしていた、なんだうちには司法書しかいないのかというような言葉によって強烈に動機づけされました。要するにうちの祖父はですね、司法書事務所としてすごく大きな会社をたくさん持った時に、うちには司法書しかいないのか、弁護士とか会計士いないのかっていうようなことを受けて、私は実はトーマグループをワンストップグループにするっていうのが夢で、それを目指したわけですね。でやっぱりワンストップグループになると、それぞれのやっぱりリーダーに自主性を持たせなきゃいけないのに、その時にはですね、私がとにかく全ての部門のトップダウンで、やってしまった。本来であるならば各部門のリーダーがある程度自主的にやらせるようにしなきゃいけないのに、それができなかったっていうことです。この言葉の意味を理解していただくために、少し東間家の歴史から遡らなければなりません。まあ、ですからそういう意味ではですね、やっぱり社員を喜ばせる経営っていうのがやっぱり重要なファクターだなっていうことを、私が40年経営をしていてそういうふうに感じます。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。